皆さんどうもこんにちは、メリッサです。今回は先日行われたグランドスラムカップの準々決勝の後付け実況の方をやっていきたいと思います。皆さんグランドスラムカップ応援本当にありがとうございました。優勝予想してくださった方々もいる中、ちょっと期待に沿えず大変申し訳なく思っております。いやー、これを悔しさを機にね、もうまたリアタイ頑張っていきたいなと思っているところなんですが、この運営の方々にね、この場をお借りしてお礼を言いたいと思います。この世の中が大変な中、このような大会を開いていただき本当にありがとうございました。もう僕自身本当一生の思い出になりました。いやー、本当にもういい思い出になりましたね。うん。あー、このレフトフライはちょっと流れ悪くなりましたね。このレフトフライは、はい。今大会ね、上沢選手がキーポイントになってきたと思うんですけど、このようなね、スライダーをね、打ち損じてしまうと、まあ、ただのレフトフライに見えるかもしれないんですが、後々効いてくるといったことで、まあ、フラグ回収的な感じになるんですが、それをね、まあ、見ていただいて。で、3番の王選手。この初回ね、もう点取りたいとこではあったんですけど、まあ、緊張がね、このレフトフライも非常にもったいないですし、うん。初回の柳田選手のヒットが、まあ、ツーベースにならなかったこともちょっと痛いですし、このフォークなんかね、緊張で手が動かなくて、結構下にガッてガソル動かしちゃったって感じなんですよね。やっぱりこう見るとね、2番田村選手のスライダーの打ち損じレフトフライっていうのが効いてきてるとこはありますね。さあ、このカットボールも、まあうまく見送ることができてるんですけど、まあ2アウト1塁になった時点で結構大量得点見込めないんですよね。そう、最強投手上沢さんってことであって、そうですね。これなんかもう見えてないんで、結構上沢選手ね、この大会のために結構練習したんですよ。うん、このバッティングは悪くないんですが、サードライナーということで。悪くないバッティングは続いているんですけど、まあ打ち取られてしまう。ちょっとね、多少のズレが生まれてるのかなって思いましたね、この時は。で、もうこっちの守りとしましては絶望ですよ。もう1回の表、0点。もう GSC に出てくる方なんてもう猛者しかいないので、もう初回の0点っていうのは、もう、なんつうの?致命傷というか、致命的というか、もうこのノーアウト一塁の時点で、もう3点以内、もう2回の表攻撃させてくれっていう思いでしたね。まあ相手のマルーさんもね、緊張されてたと思うんですけど、まあなぜね、藤波選手で言ったかと言いますと、対戦相手のマルーさんは、日ハム純正とソフトバンク純正やっておりまして、結構まあ藤波で行くんだみたいなね、思われた方いると思うんですけど、そう、マルーさんがソフトバンク純正、日ハム純正をやってるということで、千賀選手、荒垣選手、上沢選手にはもうね、慣れてるんじゃないかなと。そこのライトも、まあ超えていくと。まあさすが上手いですよね。まあ、普通ならね、ファーストフライとかね、セカンドフライになってくれる球なんですけど、まあ、やっぱ狙い球は確実に仕留めてくるっていう、そういう印象でしたね。で、まあ、使い慣れてるピッチャーっていうのはやっぱ変化量も把握できてますし、まあ上沢投手とか意外とね、打ち慣れてるんじゃないかなっていう予想をね、仮説を勝手に立てて、まあ、阪神純正の方もね、そんな多くなかったでしょうしね、純正杯は。あんまり最近当たってないんじゃないかなということで藤波選手を当てました。まあこの時点ではもう、ああもうどうしよう、もう絶望ですね。ワンアウト、もう1点あげる代わりにワンアウトくれといった心情で。うん、このフォークもね、落ちない方ラッキーでしたね。まあ、犠牲フライで1点入りましたね。そうですね。そう、まあ、優勝賞金がね、そう、なんとクラウドファンディングって300万円。300万円がかかってるということもあって、もうマジで真剣にピッチングしましたね。いやー、まあ、結論から言いますと、まあ、獲得もちろんね、できてないんですけど、まあ、本当にでも、勝ちたいという一心でピッチングしてましたね。こんな経験もね、もう全然、できないと思うので、普段生きてる中ではね。さあ、もうやってスライダーを投げると、結構藤波選手はスラカットで攻めましたね。ツーシームストレートやっぱ頭にあると思うので、スラカットフォークの変化球ピッチャーっていう自分の中ではそういうイメージで投げてますね。そのカットボールも、まあ、結構いいボールなんじゃないでしょうか。まあ、三遊間破られてしまってるんですけど、まあ、ショートライナーサードライナーっていう可能性は大いに高かったんじゃないかなと思います。さあ、ここで迷っていると、いや、ナイスピッチ。いや、これ緊張でね、ほんとベストピッチ出なかったんですよ。こんなね、手元狂うかってぐらいなんですけど、まあ、ピッチャー交代も迷ってるというね。
こで買えなかったのか。まあなんつうんだろう、緊張でなんか間を置くわけじゃないですけど、うん、金子千尋に変えたのか。そう、金子千尋選手先発っていうのもちょっと頭にありましたね。金子千尋投手っていうのがこのテクニカル杯も含めてめちゃめちゃ強かったんですよ。2種のスプリットっていうのは、いやー未だに健在だなと思いましたね。で、相手クロマティ選手、広角打法が出たんですよ。広角打法発動したからちょっとアウトコース投げるの怖い、インコースのボール球から様子見で入ったんですけど、まあ絶対絶命ですよね。そこでストライクに入れたら多分ね、これホームランにされてたんですよ、広角打法がついてるということで。なのでもうボール球ビタの、ビタボール球のスプリットを振らせに行ったっていう配球ですね。これも相手さん、マルーさんも多分緊張して振ってしまったと思うんですけど、やっぱ緊張を逆手に取るピッチングっていうのも、まあなかなかできる経験じゃないと思うので、まあ2ボールからボール球投げるなんて、まあ常識から外れてはいるんですけど、まあ、今大会に限ってはそれが功を奏したっていったピッチングですね。さあここでもうね、まあ点取らなと。でも2球目のツーシームもね、まあ絶好球で、ああ、打ち損じちゃった、狙ってたのになって。あとなんですけど、まあ、ボール球は冷静に見極めることができていると、まあ、この2球目みたいなねツーシーム、まあ、狙っているのであれば捉えていかないとどんどんアウトになるリスクっていうのは高まってしまうので、うん、これラッキーですね。そう、セカンドが A だったり、ちょっとでもねタイミングずれたらファーストゴロセカンドゴロになってるって打球なんですけど、まあ、フォークはね、上沢投手のフォークは相当下を叩かないと飛ばないですね。着弾点に先回りっていう。最後のカットボール、このカットボール振ってしまったのはなぜかと言いますと、やっぱ初回のね田村選手のねレフトフライ、これが残像に残ってるんですよ、頭の。これもう後付けとかなんでもなくて、その田村選手のあのレフトフライっていうのはボール着弾点に先回りできていなくて、タイミングも遅れてしまってのレフトフライなわけですよ。で、今のカットボールもスライダーだと思ってしまって、早く振らなきゃ、早く振ってレフト線に落とさないとっていう意識の中で振ってしまった、そういったサードゴロなんですよ。なのでタイミング早くスライダーを捉えなきゃいけないっていう、そういう意識があったから、もうスライダーとカットボールの見極めもできなくなってしまったっていう打球なんですよね、うん、でもこっからもこのまま終わるわけにはいかないってことで、このフォークを捉えると、これは狙ってましたね、結構ね、張ってるわけじゃないんですけど、基本的にもう反応打ち10割なんですけど、次来たら絶対ボールの下をね捉えるぞという意識のもとバッティングかなと思います。で、鉄とでプルヒッター出てるんで、もう思いっきり引っ張ったろって感じですね。うん、プルヒッター出てると引っ張った時のねヒットの確率が非常に高くなるんで、まあこれボール球ですけど、レフト線にねポテンと落ちるの、このまま技術のね打ちということで、まあ結構このヒットはボール球振ってはいるんですけど、まあ狙ってはいた感じはありますね、正直。で、ここも新庄さんそのまま行かせると、まあ、今大会で緊張でボール球振りすぎっていうことは結構課題として見えてきたので、そう、アウトになったのほとんどボール球を振ってなんじゃないですかね。そう、まあ、徳能勝ってるねって確認をしてますね。で、もう緊張ほぐれろって感じで、もうカーソルピクピクさせてるんですけど、まあ、全然、まあ、手はまあ動いてたのかな、うん、まあ、でも緊張はしてますね。全然カーソル追いついてないので、これもね、スプリット狙うのかフォーク狙うのかどっちつかずの状況って感じですね。さあ頼むと、まあ 2-3 で、まあ多分入れてくると思うんですよ、ここはね。入れてくると思ってたと思うんですけど、ここはフォアボール、もうカットボール、もうあんなバッティング絶対しないぞといった感じの、まあ冷静に見送ることができたんじゃないかなと思います。さあそれで1番のギータが戻ってきて、これですね。まあこれももうちょい下なんですよね、もっと下を叩かないと。まあ、あそこから落ちてくるのはツーシームってのはありえないので、フォークだって分かったんですけど、まあ、上を叩いてしまってると。まあ、ゴロになってるということはそういうことなんですよ。ね、うん、なので、ああ、まあ、無理かな。フォーク狙うのはきついなって正直思ってましたね、この時は。で、このツーシーム。このツーシーム打ち損じた瞬間、終わったって思いましたね。こんな絶好球。だって、フォーク打ち損じて、ね、うん、これはナイスバッティング。フォーク打ち損じて、ツーシーム狙い1点って時に高めいっぱいの絶好球が来たのに逃してしまった。その地点でアウトになる確率っていうのは非常にグッと上がると思うんですけど、ここでね、ホームラン打つことができた。これ多分高めにね、外そうと思ってたんですよ、多分相手の方、マルーさんは。うん。ですけど、まあ、コントロールがね、まあ一番いい、うん、最もいいっていうピッチャーではないので、噂投手が。なので入ってきてしまった球を、まあ運よくね、次は、タイミングはね、バッチリで捉えることができましたね。
続きまして山本由伸投手、ここがね、まあまあターニングポイントかなって感じですね。まあこの後まあ点が取れないわけなんですけど取れないわけなんですけど、まあ王選手なんかホームラン率、本塁打率非常に高いですし、ここでね集中途切れさせないで、これもラッキーヒットですよね、ラッキーなヒットですよね。集中途切れさせないで、ノリさんとかねホームラン打てる確率は非常に高いのに、うん、まあボール球をね振ってしまうっていうことが、うん、敗因として大きいのかなと思います。安心してしまってる自分がいるんですよ、心のどこかで。ボール球ですよね、これをもうあっけなく3アウトチェンジということで、まあここはまあ5点取ったので流れはこっちのように見えますけど、5点取るなんてマルーさんにとってもまあ容易のこと、容易なことだとね思うので、うん、金子重太投手が強いと、まあ、金子投手が強かったですね、まあ、先発金子でも全然いけたんじゃないかなってぐらいなんですけど、うん、このスプリット2種と高速進化、ちょっと落ちないスプリットを投げ分けるっていうのが非常に強いかなと思います。そうファーストボール、まあ、緊張されてたでしょうね。あと金子重太選手の対策あんましてないと思うので、そう僕もルーム戦でね上沢投手の対策をしたので5点も取れたんですけど、サードまあまあこれ、じゃあちっちゃいスプリット狙ってるのかなーっていった印象を受けましたね、この時は。うん、さあ、引っ張り警戒にして、大きいスプリット。そうですね、ちっちゃいスプリットあんま投げてないですよね。さあ、ベストピッチ決めるのが勝負だと。もうベストピッチだけ決めようと。ね、このベストピッチなんか決まったので、めっちゃいいとこに行って。さあ、ピッチャーフライということで。まあ、この地点では、よし、勝てるって思いましたね。いや、今を 見返しても、いや、こっからよ。点取られるのは正直うーって感じですよ、ね、こっからまあどうにかなんなかったのかなって思いますね、正直。いやー今もう思い返す、ね、思い返せば思い返すほどもったいないですね。あ、いいとこ行ってるんですけどね、ここはまあターニングポイントですね。まあいい、うん、いいベストウィッチ出してるんですけど、まあ、ちょっと外れてしまうと、で何を投げたかというとスプリットか、まあでも大きいスプリット8割7割8割投げてますね。でこれうまく打たれると、さすがに落ちる落ちない見極められたかなって感じですね。そうで、ここでどうしたのかと言いますと、大谷選手ここでピッチャー変えたのかな、あれですね、ピンチになったら宮西選手に都合っていう頭あったと思うんですよ、うん、でこれね宮西選手に多分合ってなかったと思うんですよね、林さん見てもマルーさんは多分、うん、ですが、ここでなんだろう、初球ストライクから入ってたら流れ変わってたのかなと思いますね、うん、なんか宮西選手で2種で勝負するタイプのピッチャーじゃないですか、だから大きい方を続けすぎたら打たれるんじゃないかなとか、これも本当怖かったですね、うん、3球連続大きい方を続けているので、うん、でこれもうどっちにしよっかなって、大きい方行くしかないか、裏を書いて大きい方行くしかないかって感じで投げて、でもちろん振ってくれないと、もう見極められてますよね。ちっちゃい方行くんですけど、ナイスピッチと、ベストピッチが出ないと、でフォアボールになるんですよ。あーこの地点で、あータイピングが出ないと、でもなんか宮西選手振ってこないからワンチャン苦手なんじゃないかなとか思いつつ行きましたね。で初球はナイスボールだけどボール、2球目は大きい方、まあちっちゃい方連続で続けるのめちゃめちゃ怖いんでね、でもうナイスボールストライク。いやここがまあ勝負の分かれ目でしたね。これ宮西選手がタイピン出なかったのと、まあこれもファウルになってくれたのも非常にでかいんですけどね、でも振り遅れてはいるのでおっと思いましたね。このまま宮西選手で抑えられる可能性もなくはないんじゃないかなと期待抱く中でファウル、これ大きい方、あ今の完全なボール球投げを振ってくれたってことで、で次は ちっちゃい方を投げるけどベストピッチが決まらずボール、まあ、めちゃめちゃ緊張してますね。この時は抑えれば天国、打たれれば地獄みたいな、そんな感じですから、ね、振ってくれないと。さあここなんですよ、ここで、あーもう変えるかどうかめっちゃ迷いました。ここいやフォアボール角度、うん、打たれるぐらいならフォアボールでいいっていう状況でしたね、正直、うん、なかなかリアタイにおいてそういう状況はないと思うんですけど、いや何投げる、ツーシーム、いや絶対狙われてる、スラーブ、いや宮西選手でいっぱい投げた、カットボール、いや行かれそう、高速スライダー、はいドガーンと、はぁって感じですよね。ここは、何が正解かわからないんですけど、ボール球でもいい位置にカーソル、てか、投球カーソル合わせて、
ベストピッチ出てはいるんですけど、ストライクギリギリ入ってしまって被弾したって感じですね。で、うわ、迷ったわと思いましたね、はい、で、ピッチャー交代迷ってるけどしない。で、変化量マイナス1のツーシーム E をここにも安易にね、ストライク投げて勝ちきりとね、打ち込まれる。爪の甘さが出ましたね、この時に。落合選手に何を投げるかっていうのは正解はわからないですけど、僕なら、今の僕ならスラーブを外から入れるかなと思いますね。ピッチャー交代した後のなんつうの大きな変化球っていうのは、ね、打ちにくいなという印象もありますし、まあ、ツーシームキワキワに投げるかスラーブを振らせにくかって、そんな感じですね。今の僕が投げるならそんな感じですね。高速スライダーも悪いね選択ではないと思うんですよ。カットボールもあってスライダーもあって、だから悩みに悩んだ結果、間を取った高速スライダーだったってことですね。そうそうそう、間を取ったんですよ。でボール球投げた方が良かったなと思いますね、もちろん、うん、ストライクに入れてしまったので、まあ、ちょっと反応できればバットにコツンと当ててホームランになっちゃったってことだと思うので、ボール球投げる勇気っていうのがね必要だったかなと思うんですけど、ならね、ボール球投げるなら宮西選手そのままで、うん、次のタイミングにかけるっていう手も非常に高かった、うん、非常にいい策だったんじゃないかなと思いますね。最適解としては宮西選手でスラーブを振らせに行くボール球で次のタイピン出るかどうか待つっていうのが、まあ、自分の中での答えですかね。で次カットボール、まあ、狙ってはなかったんですけど、まあ、カットボール高速スライダーの見極めはできるので、まあ、初球で捉えることができましたね。いや、この時はよし振り出しやと思いましたね。まあ、この後事件が待ってるとこなんですけど、そうで、まあ、カットボールツーシームストレートあたりをやっぱ常に狙っているので吉野投手は、よしと、もう後ろものは何もないと、 0-0 からやと、そういった状況ですね、うん、で相手さんも結構警戒はされているのかな、確か3ボールになったと思うんですよ、うん、そう、ボール球絶対振らないぞって思ってましたね、うん、ラッキーのボール球が来たということで、 1-2-3 で振りに行くぞと言ったところで、はい、これよ、タイミング早いですね。球種何なんだろう、球種後で見てみます。多分変化球だと思うんですけど、そう、その高速スライダー失投か、高速スライダー失投を打ち損じてしまったんですよ、はい、この時点で、はい、もう終わった、ショートフライ終わったって感じですね。そう、今のアウトになった原因といたしましては、失投はやっぱカーソルのど真ん中で捉えるべきっていうことと、タイミングが若干早かったかなって感じですね。タイミング合ってれば打ち損じたとしても、左中間右中間もしくは結構失投って右中間にバーンって飛んだりするじゃないですか、右バッターだと。そういった当たりを狙えたはずなのに、これもまあ流れ的にですね、うん、タイミング合ってるけどカーソルが若干ずれてるんですかね、これも下叩きすぎって感じで、はい。で、うわー、もうどうしようかなーって思って、もう大体大胆配球で、相手緊張してるのを逆手にとって大胆な配球で行くしかないなーって感じでしたね。そう、失投はやっぱ基本中の基本なので、それを打ち損じてしまったってことは、まあ負けるべくして負けたのかなって感じですね。パコーン、はい大変ありがとうございましたもうマジで泣きそうでしたね、この時は。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。改めましてになりますが、 GSC の運営の方々本当にありがとうございました。いや、こんなね、もう夢みたいな体験に出させていただいて、もう本当にもう一生の自慢と言いますか、一生の思い出になりました。いや、もうこんなね、いや本当に優勝したかったんですよまあ賞金抜きにしても、やっぱ優勝という肩書きが欲しかったというか、もう一番になりたい、もうその一心でやっぱ大会に臨んでいたので、まあまあ練習不足は辛いけど否めないということで、まあ、どんどんランク戦や大会とかね、まあ、ルーム戦の数ももっと増やしていかないかといけないかなと思っているところでございます。これからね、まあ、リアタイのことを中心に動画投稿しておりますので、チャンネル登録高評価の方もお待ちしております。 YouTube の方も、まあ、利用してね、強くなりたいと思っておりますので、よし、うん、次は、はい、優勝します、はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価の方お待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またねー、バイバイ。